海鮮好きの皆様、こんにちは。築地マムです。築地仲買人を25年近くしてました元築地女子でございます。11月6日に松葉ガニや越前ガニといったブランドガニが北陸や山陰で解禁になりましたね。ネットやテレビでもカニのニュースが増えて、カニが食べたいという気分の方増えてますね。というわけで今日はカニ食べ放題のあるホテルビュッフェに行ってまいりました。そこでいただけるのは北海道産のベニズワイガニ。海鮮好きの皆様なら、ああベニズワイか、安いからねと思われた方いらっしゃると思います。そうですね、本ズワイに比べてそのお味や品質はどうなのか、人気のカニ食べ放題プランのあるホテルビュッフェでカニ料理をしっかりいただいてきましたので、ぜひご覧くださいませ。向かったのは東京都文京区にあります東京ドームホテルさんです。北海道庁公園のもと行われている北海道フェア2022に行ってまいりました。実はこの北海道フェアは2003年から続いている歴史あるフェアなんです。どんなに美味しいものが出てくるのかワクワクしながら行ってまいりました。本日は食べ放題メニューだけではなくて、有料の北海道産のイクラ丼やフカヒレの姿煮なども合わせてご紹介いたしますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。では早速参りましょう。こちらがビュッフェ会場、東京ドームホテル3階のリラッサさんです。料金は90分の時間制で、通常ランチが4,750円なんですが、北海道松前産のベニズワイを食べ放題にするには別途でプラス2000円が必要でした。通常ランチ4,750円ではカニのメニューを一皿いただくことができます。では通常ランチでいざ入店です。お席に着きますと、人数分のマスク入れと金貨をいただけます。この金貨を使って通常ビュッフェのカニメニューの北海道松前産ベニズワイガニ2肩か、北海道松前産ベニズワイガニ入りのトマトクリームパスタ、どちらか一方をいただきます。カニメニューをいただく前にこちらもいただいてみました。リラッサ海鮮おちょこ丼、美しい色合いで相性の良い食材の組み合わせですね。貝柱ととびこ、甘エビとオクラ、マグロ漬け丼、ベニズワイアボガド、イクラとサーモン、そしてビーフ丼まで全部並べるとお花が咲いたように綺麗ですね。まずはこちらから、これは貝柱丼とありましたが、平貝の貝柱のように見えますね。はっきりと名称の記載がありませんでしたので、どうでしょうか。皆さんはこれ何貝の柱だと思いますか。シャキッとした貝柱にとびこのつぶつぶ感がアクセントになって、甘い卵焼きもプラスされ、酢飯との相性とってもグッドでした。次はイカオクラと甘エビ丼です。尻尾が綺麗な甘エビですね。エビは尻尾で鮮度がわかります。新しいエビは尻尾まで美しいエビ色ですね。しっかりと甘い甘エビとイカのコリコリ、そしてオクラのネバネバ、これ以上ない最高のトリオでした。そして大粒のイクラが乗ったサーモンイクラ丼、綺麗ですね。北海道といえばイクラサーモンは看板のようなもの。このサーモンは臭みゼロ、さすが北海道と言いたくなるような美味しいサーモン丼でした。こちらはベニズワイのバラミにアボガドソースがかかったちらし寿司、赤と緑が美しい一杯です。見た目では分かりづらいのですが、ベニズワイの身がとってもジューシーで、口に広がる旨味の強さに驚きました。そしてこの見た目にもギャップ萌えです。マグロの漬け丼は何とも味わい深い一杯で、おかわりは最後に一杯だけですよと言われたら、このマグロの漬け丼をお願いしたいぐらいです。程よくねっとりとしたマグロに甘辛いタレがしっかりと染みた最高の漬け丼でした。では本日の主役、北海道松前産の紅ズワイをいただきます。真っ赤な紅ズワイからほかほかと湯気が立ってます。
先ほどのコインを持ってライブキッチンへ。茹でたベニズワイかベニズワイパスタか、皆さんならどちらを選びますか？まずは茹でベニズワイからいただいてみます。ベニズワイは安いから味はどうなのとよく聞かれますが、安い理由はまずいからではなく、単純にたくさん取れること、そして水分量が多いため身入りが本ズワイに比べると少ないので、ちょっとがっかりと思う方も多いんですね。そのため本ズワイに比べると人気はやや低めです。でも近年ではしっかりと身が入った上物がたくさん出回るようになりましたので、水分が多い分ジューシーで甘みが強いベニズワイ、身入りがしっかりとした鮮度の良い新しいものならきっと美味しいはずです。北海道フェアの北海道松前産の紅ズワイはどうでしょうか。早速茹でガニにかぶりつきます。甘くて身がしっかり詰まっておりました。エキスが滴るカニ足、カニ酢の酸味で甘さがさらに引き立ちました。一人分のお皿に二肩盛られたカニはとってもボリュームがあって、しっかりとした身入りでした。臭みはなく、一皿だけでも大満足できる茹でガニでした。プラス2000円の6750円でこのカニが食べ放題。皆さんはどう思われますか？他のお料理を楽しめなくなる心配がありますが、カニ好きさんならありですね。ちなみにネット申し込み限定のカニ食べ放題アルコール飲み放題コースは1人7000円でした。こちらも魅力的ですね。続いてこちらが紅ズワイ入りのトマトクリームパスタです。こちらもライブキッチンから出来たてをいただけます。早速熱々もちもちのパスタを一口いただけば、鼻からの香りが後から口いっぱいにカニの旨味と甘みを連れてきます。食欲がかきたてられる海鮮の香りを裏切らない強い旨味の濃厚パスタは、トマトクリームこそ紅ズワイが出会うべき相手だったと確信できる最高に美味しい一皿でした。そしてパスタに添えられた一肩の紅ズワイもまたこの見事な身入りです。満足度の基準は人それぞれですが、どちらか一品を選んでと言われたら、私はパスタもカニも楽しめるこのトマトクリームパスタを選びます。皆さんはどちらを選ぶでしょうか。この北海道フェアでは他に2品有料メニューがありました。その一つがこちらです。北海道産の干し貝柱入りフカヒレ煮込み1500円。見事な姿のフカヒレとたくさんの干しホタテが美しく揺れる贅沢なスープです。シャキッとしたフカヒレと貝柱がそれぞれの旨味を口の中に届けてくれます。飲み込んだ後の余韻まで美味しいスープで、ラグジュアリーに気持ちも胃袋も満たされます。そしてもう一つの有料メニューがこちら、北海道産のイクラ丼です。プラス料金は1800円。今年もさらなる高値を更新中のイクラ相場、プラス料金がかかっても頼んでみようかなという皆様、しっかりと味の染みたイクラが大盛りでしたので、醤油の量は少なめが良いかもしれません。醤油なしでそのままいただいてもきっと美味しいと思いました。とても美味しいイクラ丼でしたので、本わさびを添えてパリッとした極上の焼き海苔に巻いてなどと贅沢なことが頭をよぎりましたが、もちろんそのままでもとても美味しくいただけました。海鮮以外のお料理も美味しいものばかりで、デザートまでしっかりと楽しんできました。ランチビュッフェ最高ですね。本日も最後までご視聴くださりありがとうございました。海鮮好きの皆様のお役に立てるような動画をこれからもどんどん上げてまいります。ぜひチャンネル登録とグッドボタンで応援よろしくお願い申し上げます。
また次の動画でも皆様にお会いできますように。ありがとうございました。またね、バイバーイ。